で今からバス出発して、で大体86キロぐらい離れてるんですね。時間にすると1時間30分ぐらい、こう網走をこうかすめながら、こうずっとシャリの方で、シャリからウトロへ、まあ、そういうルートで、ずっと動いていきたいと思います。おかえりなさいってお帰りなさいつもりいたんですけども、初めて若いでしょうか。初めての方は手を挙げていいですか。あ、結構多いですね。皆さんも多いですね。ありがとうございます。僕はただいまっていう感じです。はい、おかえりなさい。私はいつもですね、知床のことを美しい自然、美味しい自然、楽しい自然がいっぱいある、そんな最上ですというふうにお話ししてるんですけども、まあ、皆さんご承知のように、昨年はそれとはちょっと真逆の悲しい、まあ、ことがこの自然の中で起きてしまいまして、環境においても大きな、まあ、ダメージを負ったところでございます。まあ、決して知床の自然、魅力がどこかに行ったとか損なわれたとかいうことではございませんけれども、やはり印象としてはちょっと不安だな、今は行っちゃいけないんではないかとか、いろんな思いで、この知床を、あるいはこの北海道の東側をですね、避けてる傾向がありました。実際8月は一番お客様が多い時なんですけれども、残念ながら本当にコロナで苦しんでいましたけれども、他のところはそれなりに回復しましたけども、この知床ウトロの部分はですね、なかなかいい状況にならないということで、推移しております。私どもも本当は辛いですから、皆さんに、全国の皆さん、まあ、海外の方にはちょっと届きませんけども、全国の皆さんにぜひ知床にお越しください、来てくださいという呼びかけをしたい気持ち山々ではありましたけども、やはりまだまだ捜索も続き、ご家族も待っている方がいらっしゃるという中では、それはなかなかできることではないという、みんな私自身思ってましたが、観光で生きている方々もここは我慢のしどころだということで、そんな中でお越しいただいた方には本当に心から感謝の笑顔と気持ちを表しましょうということで、まあ、今日寺山が来ておりますけれども、観光協会中心にですね、ありがとうカードというようなものをですね、来られた方にはお渡ししながら、私どもの気持ちを少しでもお伝えできればな、まあ、そんな形でやっておりました。まあ、そんなことではありましたけれども、1年近くが、まあ、昨年令和4年ですね、5年が終わる中で、本当に状況が上向かない状況が続いておりました。なんとかしなければならないなと思いつつも、やはり心ではどうしてもブレーキもかかる、そういう中での葛藤が私自身ありましたけれども、ご家族にも私言ってるんですけれども、尊い命を失わせてしまうことになった、奪われたような形になったかもしれないけど、ご家族も現在命を続けていられる、私たちもこの命を続けていられる、そのことにやはり感謝して、そして元気に生きなければならないんじゃないか、そんな方に強く思いまして、辛いご家族ではありますけれども、なんとか辛さが和らぎ、元気を取り戻すために何かできることがないかということを、まあ、やってきたところでもございます。おい、あ、こっちを見て。はい、今日は流氷ウォークです。越境 3.0 チャンネル、ツアーの流氷ウォークの日ということで、今向こうのロシアの方に向かって、みんなで今こうやってね、ずっとこれ海の上ですよ、海の上、アムール川からやってきたこの流氷の上を、みんなで歩いていくという、まあ1時間半ぐらいね、ずっと歩いていくんですけど、まあ今日は流氷ウォーク日和で、ものすごいもう暑い、結構ね、天気が良くて風がなくて、でもう本当に空気が透き通ってて、遠くまでね、もうよく見えるという、これどのくらい遠くまで見えるでしょうかね、もうずっともう向こうの方までこれ氷が固まっているこのオホーツク海、まあ、とにかく歩けるところまで歩いてみようと思います。よく見るとね、ちょっと青光りしてますけどもね、そのね、青いね、アイスブルーが浮き出てきます。だ、結構これからの季節もすごい綺麗なんですよね、すごい美しいですね。
でそれから今度はですねちょっと茶色いね色がね下の方についてくるんですよね。あれなんか土かなんかに汚れたのかなと思うんですけども、それが実はね植物性プランクトン、アイスアルチっていうわけです。それがですねこうね排出されていきまして、そしてそれを食べにですね小さいねクリオネだったりとかねオキアミだったりそんなのがどん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 来るんですよね。それが今度は小さい魚が来て大きい魚が来て、それで今度はアザラシとかトドも来ますね。そうアザラシはねしょっちゅうね顔出したりするんですよ。あと流氷のね来始めの頃はですねあの港の中とかね湾の中なんかでもね何度かねたまにね浮かんでるとあのあお客さん遠いところ行っちゃったなと思ってねちょっと呼び戻そうと思ってねタタタタッと走っていくとアザラシだったね。毎年間違います一つアザラシ作ってるじゃん。今日なんかこの流氷の上に朝霧が出てるんですけど、向こうの方に白いもやみたいのが、なんか一気に温度が上がったんで、流氷の、まあ、氷が溶けてでそれでブワーッと霧となって舞い上がってるようなんですけど、それがすごい珍しい現象のようで、この13年ここでガイドやってる方がこんな朝霧を見たのは初めてだというぐらいね、なんかすごい今日珍しい特別な現象が起きている越境 3.0 チャンネルの流氷ウォーク、ツアー、そんな感じ、もうみんなもうこんな感じでねなんかはしゃいじゃってます、子供のようになっちゃって。え、持ちたんじゃない、わかります、ウリクラゲとかね風船クラゲが、クラゲどこだかわかんない、帽子だ、これついてるけどいいのね、朗報がございまして、昨夜の馬場町長がですね、このプレゼンしていただいて、で知床を盛り上げていきたいというところで、まあ、今回西田和康さんが、まあ、中心となってツアーで皆さんこう来ていただいて、もう本当感謝しているということで、地元で使えるですね、お一人3000円分のクーポンをいただきました。全員にお配りいたします。3000円。3.0 から3000円。はい、こちら知床峠の入り口、羅臼側とウトロ側に分かれているその境目の手前にある知床五湖、5つの、まあ、湖があるんですけれども、その知床五湖の入り口にあるのが、こちら知床自然センター。この知床自然センターで知床財団の事務所がこちらにあるんですけれども、そちらの方で、今日は勉強会という形で、この後大自然について学びます。ヒグマとかねそういうのが、まあ、ちょっと春になるといっぱい出てきますから、まあ、そういうものについて生態系についてねいろいろと勉強していくという感じです。知床半島っていうのは何がすごいかっていうと、この細長い半島の中にものすごい険しく切り立った知床連山、その知床連山にもうそのすぐ隣には断崖絶壁がずっと知床岬まで続いていて、でそこにアムール川からやってくるこの流氷、もう数々の流氷がねもうどん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 踏ん詰まりのようになっていくわけですけど、その流氷に削り取られてもう断崖絶壁がどん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 もう岩粉が出てくるという、まあ、そういう特殊な地形がこの知床半島なんですけど、これ後ろに見えるのが千西別岳で、そしてこちら側が羅臼岳ということでね、でまだまだ先にずっとこのもう険しい山々が続くのが知床連山なんですけど、この知床半島の半分はなかなか人間が立ち入ることはできないという、まあ、ある意味聖域みたいな感じで、まあ、知床の岬までね、まあ、歩いていくには、まあ、2泊3日は必要で、しかも、まあ、ヒグマは出るわ、もう本当にもう道なき道を行くという、まあ、そんな感じの知床半島で、まあ、かなりこの大自然を守るという、まあ、そういった感じでこの知床半島が世界遺産として守られているわけですね。味なおつなもんですね。食べ物は北海道産が中心なんですけれども、サラダ類、野菜とかは北海道産です、まあ、基本的に、ね、肉、魚、美味しいね、野菜も美味しい、ジンギスカンで焼き肉、食べ放題、食べ放題、もっちゃん、知床にはねこの天に続く道というのがあって、もうずっと長く続く直線の道、
確か20キロぐらいかな、20キロぐらいずっとまっすぐ直線に続く道があるんだけど、それが天に続く道と言われていて、こちらがこれがずっとまっすぐ天に続く道ということで、まっすぐどのぐらいまっすぐ行ってんだろう、ずーっともうずーっと向こうまでまっすぐ続く道が天に続く道ということで、今こちらでみんなで記念写真を撮っているというね、そういう感じの、はい、網走に来ました。これからですね、流氷クルーズ、オーロラ号に、みんなで乗りたいと思います。こちらね、運がいいともう周り一面が流氷があって、でその流氷をこうやってガリ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 削りながら崩しながらね、もうぶっ壊しながら、もうド迫力でこのオーロラ号を進んでいくんですけれども、まあでも今日はねちょっとコンディションがあまり良くなく、風向きの関係で流氷がちょっと沖の方に行っちゃってるんですけど、まあこの船10キロ、1時間で10キロの距離を航行するんで、ちょっと沖の方に行くとひょっとしたら流氷があるかもしれないので、それを期待していきたいと思います。一番上の、まあ、船上に来ましたけど、これ今日ちょっとあれだな、流氷少ないな、網走は。網走向こうの方にちょっと流氷あるかもしれないけど、どうだろう、向こうまで行けるかな。見てこの一面のこのオホーツク海にバーッと広がった白い流氷、これ見てこれすごい、流氷地帯に入ってきました。すごいな、これガリ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 もうぶっ壊しながら船が進んでいくという、すごいすごい、ド迫力だねこれ。すごい、盛り上がった。うわぁ、これすげえな。いや、ここ乗っかりたいね。南極物語だわこれ。動いてる。ちょっと離れてる。離れてからの、すげえ、ぶっ壊してる。準備しとけよ。このね、氷がアムール川からずっともう南に流れてきて、この辺りに、ね、固まってるんですけど、今この氷をね、この船がもうガツンガツンもうぶっ壊しながら、このどんどん進んでいるという、もうこの砕氷クルーズに今乗ってるんですけど、すごいこのド迫力、この氷を割るこの音とね、このグラ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 動く、あ、すごい、うわすごい、こんな感じです。どんどん氷が割れていくというこのド迫力、すごいですよこの砕氷船。今日は本当運が良かった。なんかね、港出るときはちょっとコンディション悪くて、かなり流氷は沖の方に流されてしまってっていうことをお話しされてたんで、ちょっと見れるかどうかなっていうところだったんだけど、かなりでかい流氷帯にやってきました。差し掛かってます。すごいです。おうわ、生きてる、流氷は生きている。大きく歩いたんですよ。うお、はい、網走の山のテント山の山の上にある、展望台とオホーツク流氷館、オホーツク海の流氷っていうのはね、やっぱりこの地域 の生活を支えている大切な資源、
流氷が溶けて植物プランクトンが出てくることで、まあ、結構豊富なやっぱ漁獲高があるわけだし、でなおかつ流氷のおかげで、まあ、いろんな観光資源も、まあ、できて、植物も大自然ももう綺麗な、もう感動的な景色を生み出すという、もう立派な観光資源でもあるし、この地域にとって本当流氷っていうのはね、もうすごい重要な、天然資源だなと思いますよね。はい、こちら網走のテント山展望台、オホーツク海と網走の街並みがもう一望というものすごいところに、山の上、山の上に来ました。イエーイ、すごいねこれ、この眺め。うちはもうあのずっと向こうの氷のあたりをね、さっき船で通ってきたっていう感じだね。すごいな。網走監獄来たんですけど、ここはあの昔の網走刑務所で、ここ動画投稿サイトライブ配信禁止ということで、ここから先ちょっと動画撮っても皆さんにお届けすることができないんで、この門のところでね今動画を撮ってるんですけど、まあ、あの五寸釘の虎吉っていう有名な脱獄犯がいましたね、確か、まあ、日本で、まあ、脱獄回数日本一という、その五寸釘の虎吉っていうのは、まあ、あの脱獄するときに五寸釘を踏んでもう血だらけになったけど、そのまま12キロずーっと走って逃げていったっていう、まあ、有名人がいるんですけど、まあ、その五寸釘虎吉で有名なこの網走刑務所、まあ、ここは博物館になってるんで網走監獄なんですけど、まあ、あの僕もここ何回も来てて、まあ、結構好きな場所で、来るたんびにちょっと割とこの興奮するような、まあそういう感じの場所なんですけど、ここに今からまあみんなと入っていきたいと思います。でここが先ほど言ったように動画配信サイトライブ配信禁止ということなんで、ちょっと撮影はここまでということで、またねなんか YouTube ライブかなんかで、まあ、この話もしてみたいなと思いますんで、網走監獄の歴史はね、実は北海道開拓の歴史といってもいいぐらい、まあ、ものすごい関係が深いんですけど、北海道開拓というのがこの網走監獄の囚人たちによってね、あのかなり開拓されていったという、そういう背景があるんですけど、明治初期、その頃まあロシアとか清とか、まあ、そういった列強に対するやっぱり日本の、まあ、防衛をね考えた上で、もう一刻も早くいろんなインフラを作らなきゃいけなかったんですけれども、まあ、その中で借り出されたのがこの網走刑務所の囚人たちで、なんかねこの網走から北見峠、北見峠っていうのは大体旭川の手前ぐらいなんですけど、まあ、その辺りまでの距離をこの網走刑務所が担当していたそうで、でその中に借り出された刑務所の囲人たち約1200人のうち大体200人以上がもう過酷な労働で死んでいったということなんで、この網走刑務所の囚人たちがいなかったらこの今の北海道はひょっとしたらなかったかもしれないという、まあ、それだけこの北海道の開拓の歴史にまあ力強い貢献をしたのが実はこの網走刑務所の囚人たちなんですよね。今回のツアーとても楽しかったです。あの流氷も、クリオネなんとかクリアしたんじゃないかなと思います。本当楽しかったです。いやー今日集まったメンバーは熱い。熱い、もう熱いね。もう家族だから、ファミリーだから、旅に来ればファミリーになれるよ。今回の知床ツアーどうでしたか？どの辺が良かった？流氷ワーク、あとはホテルいいよね。料理も美味しいし、エコパンテントゾウ1.3.0 最高、旅行もまたみんなで行こうぜ。映画を見れば今日一日どうだったか分かるでしょう。どうでした？最高、こっちも最高。ありがとうございます。今日3点とど今回もなんか夫婦ご、はい、お二人で参加ということでどうでした？はい、知床もうね、流氷ウォーク最高でした。 ありがとうございます、はい、もう天気もすごく良くて、うん、もうこれは絶対みんな来なきゃいけない。一挙三点ゼロは一挙三点ゼロ最高。ありがとうございます。世界とつながりたいあなた、待ってます。